はい、というわけで新潟にやってまいりました。はい、ありがとうございました。もう3日目ですけど。そうだね。そうなんですよね、昨日、新潟のリュートピアトークイベントを終えて、でまあ今日もう帰るんですけど、はい、せっかくなので新潟に来たので、ちょっと観光して帰ろうかなと。いつものやつですね。そうです、思ってます。冬の、寒いね。そうだ ね、 昨日とかちょっと雪降ったりなんだけど、今日は風強い。風強いね、風がビブビブ、ちょっと風の音が、風の音なかなか入ってます。割と入っちゃってる可能性もあります。でもまあ本当晴れは晴れなので、綺麗な青空、結構ね、いい天気でしょ。よかったなと思ってますが、雪って噂だったから。そうだね、よかったですよ。なんかあれですか、大学の卒業式がね、本当シーズンシーズンで今、こんなところでやるんだね。おめかししたいらっしゃいますね。でもこんなところというこの場所は、ここから角です、ビルとビルの隙間ね。そうなんですよ。見てもらえれば多分一目瞭然。見てもらえますか。雲が流れてる、いい高さ。そうだね。これはどこですか。これね、トキメッセっていうのが、新潟市内にあるんですよ。有名な場所ですか。で、なんか、上の方行けるっていう話で、展望台があるらしいんですね。で我々ね、そう、本当に高いとこ好き、何かは高いとこ好きっていう、高いとこ我々はすごい好きだから、すぐ登っちゃうから、僕ら好きだからね、一回登ろうっていう話、で、見渡して、あそこ行きたい、あそこ行きたいみたいなね、話が。あ、なるほど、展望台から。そう、まあもう決まってはいるんだけど、土井さんがそこ行きたいって言って、俺が行かないっていう話を決まってんだよね。一ついいですか、僕今回、本当に行く場所知らないんですよ。あ、そう、教えてもらってないから。いやー、すごいぞ。すごい。今回は本当に知らないの。いいとこ行くぞ。台本とかじゃなくね。楽しみにしといてくれ。楽しみにしといてほしい。でもそんな行くとこ少ねえっていう話を。そこまで。やっぱ帰りの時間とかあるから。俺と Z さんでね。いつも時間に追われてますね。一応ここでとりあえずの工程は終わりになるんだけど。あ、そう。なるほどね。じゃあ入ってみようか。まずは展望室。すごい。うわ、日本海。あ、いいですね。あら、あ、これすごいね。これはすごいですわ。日本海ですよ。日本海ってあんま見ないよね。うわ、日本海アンドシナノバ。うわ、あそこだからシナノバのこういう地点。鉄道さ ん、 ん、俺らが行きたいところ見えました。見える、見えますね。行けんのかな、ちょっとわかんないね。見えます。見える、こっから、見えます。見える。どうやって行けばいいんだろう。そこもしかして船いる。いや、いらず。でも船の方が早い。早い。船の方が早い。うん。どこ行く気だよ。あったあった。いや、あるって話を聞いたんだ。お、限定。でも、作れるわけじゃないんだね。あ、そうなの。こういうバカ受けのメダルが出てくるよっていうだけの話なんだ。あ、打ち込めない。打ち込みはしない。だって3つしかボトルがないよ。 あと思ったよりコンパクトだね。そうだね。そうなのか。そうなるとちょっと話が違うか。あれはね、世界に一つだけのメダルだから。そうだね。一生いろんなのが出てくるんで。すげえ、誰か書いてくれたの。うわあ、これ俺取ってくれないの。いいじゃん。これもらって帰っていいのかな。隣のものだよ。わあ、ありがとう。ガス完全にドンさん一人のやつだ ね、 だね。え、俺が払ったんだけど。なんで俺がお前の願い事第540円かけて。何、最悪だな。三人称。最後三人称って書きゃいいってもんじゃないですか。こんな感じになりました。ガスをで寝てますよ。カツって字こんな書けなかったまあ
驚くほどいいでしょう、うんうん、これゲームのやつだね。そうね、うん、一応写真撮っとくね、これの、うんうん、逆向くんだな、これ流れ出すのいいね、うん、まあまあまあ、いいでしょう、うん、よしペンはもらっていいやつ、あ、ダメダメダメ伊藤さんさ、はい、この柱からちょっと顔出てくるやつやって。あ、いいよあのさ、ん、固定しとくからいろんなところから出てくるのつなぎ合わせるわ。分かった。だからいっぱい出てくるみたいな。できた？ちゃんと一応今足りる？足りる？手持ちっていうのがちょっとドキドキするよね。あとは研修してみて、うまいことドンさんがいろんなところから一瞬でポッポッポッって出てきたらいいなとは思ってるけど、うん、どうだろうね。足りないんじゃない素材が。いや素材は足りるこっち上がれるんだよね。さあこのまま、ただね、次の行きたいところが、うん、ここで行けるのかな、ここから展望台から見た時でも、あ、距離あるなと思ったから。あ、そうか、船、うん、船って言ったらそっちの方がチケットしてたもんなそう、まあ、ちょっとどうにか行き道を探してみようかな。ルート、でも、なんとなくのルートは決まってるんでしょ。なんとなくのルートは決まってるよね。ああもちろん、うん、もちろんもちろん。じゃあ行き方も割とすんなり、もちろん行くんでしょ。うん、ここまで行ってくださいって言えば、あ、 あとはそうだよね、うん、自動ナビが検索して、うん、タイヤ、4つのタイヤで、うん、ああ、4つのタイヤで、そう、あとはお金を払うだけ。あ、タクシーだタクシーだね、そう呼ぶんだこっちではタクシー乗るんですね。いや、わかんない、それはそういうのが、うん、嫌だっていう人もいるかもしれないから曖昧にしとくわ乗ったのか乗ってないのか。あ、なるほどね。そう、タクシー否定派がいる。そう、否定派がいる。やっぱ散歩だからさああ乗ってんじゃねえと、新潟来てまでタクシー乗ってんじゃねえって。そうそうそう、まあ、乗ってきたんだけどすでにもうすでに乗ってきたからね。いやでもね、歩いてきましたって向こうで言っちゃえばいいから。そうだね、そう、編集でも加えて。結局だってそれをしね、分かんないわけだから。うん、どこまで行くか。これはどこまで行って、いや、やってんなの。これはもうだからうん、このままずっと歩いて行きましょうか。じゃあ動画はカットされちゃうけど。なるほど、ああ、そういうことね。じゃあそうだね、このまま行こう。とりあえずこっち行こうかな。なるほど、よし、じゃあまた後ほど。じゃあね、疲れてるかもしれないね、うんうん、いや、さすがに歩くよ、うん、顔映ってないな。え、どうも、来ました。ここはどこですか。わ、疲れてんだなこれ、歩いてきたから疲れてるよ、疲れるさ。ここはね、西海岸公園かな、なんかそんな名前の日本海。西海岸公園、もうそこが日本海です。まさか海来るとはな。でね、これからね、あの、行きたいの、もうちょっと海岸に行きたいんですよ。ああ、そう、だからどっかから、そこから降りられるかな。あ、じゃあそっち行く。うん、ちょっと、うん、まあ、俺と鉄道さんが、うん、あ、ここ行きたいよねっていうところが、うん、その地図だと、うん、行けるのかがちょっと分からなくて。そう、え、地図に載ってない。地図に載ってはいるんだけど、こ、人がそこに果たして立ち入っていいものなのか。なるほど、うん、立ち入り禁止区域の。そう、可能性がある。で、ちょっと見た限り、うん、少し入ってる気がするなっていう。あ、人が？釣りの方とかがいるんだけど、うん、それがちゃんとしてるのか。そうだね、あ、法的根拠があるのかどうか、うん、なるほどね。そう、それが分からないから、うん、人がいたところで、うん、結果ダメじゃんってなったら。そう、確かにね、大変なんですよ。日本海で大炎上。
せっかくさ、なんかもうそうなったらそれでもう終わりでいいな。終わりでいいや、もう。なんかあれだね、海風でさ、うん、信号が噴火して、あ、本当だ。すごいね。もうあれか、砂浜か、ここ。下が。ビーチですか。ビーチだよ。ビーチですよね。お待ちください。ペコってなるタイプのボタン、あ、出ました。すぐですよ。すぐだね。すぐ、あ、早い。切り替わり、みんなを止めてしまうな。まずここはいいんだよね。ここはいいのかな。ここはいいよね。だって禁止じゃないもんね。うん、ここはいいと思います。ここは大丈夫だね。はい、すごい砂入るかも。あ、これバンズ大丈夫かな。あ、かけるなバンズに。うん、俺らが行きたかったのはあのね、うん、先端がちょっと丸くなってるのよ。あ、そこに行けるんじゃないか説があるんだけど、手前でなんか行けなそうだよね。ダメみたいになってる。ちょっと見るだけ見てみる。ダメっぽいね。あ、ダメそうですね。ダメそう。ダメなのか。まあ普通に考えて危険だもんね。危ないからね。波がもうちょっとさ、そう来ようとしてる。あそこを簡単に行けるわけない。しかも海ちょっと荒れてるからね。そうね、風がやっぱりちょっと強めで。はい。大変滑りやすく危険です。決して入らないでください。です。当たり前ですよ。そう。でもすごくない？このちょっと覗いてごらん。ちょっとすごいね。ね。すごい。まあ見れてよかったかな。かな。あとはなんか編集であそこに誰か置いといて。そしたらあれか、編集したり。そうだよ。編集がうますぎて。うん。編集うますぎて本当に行っちゃったってなるからやめとくわ。なるともう話が違う。もうない？ね、あるにはあるんだけど。どういうものなのかわからない。結構行く予定ではないところがあって。ああ、山？山？海の後に山があるんだって、うん、ていうか、まあ多分そのなんじゃないか。え、ここら辺の何かなんじゃないかな。その辺、そう、もう見えてるかもしれない。その辺なの、うん、ちょっとね、詳しくは分からないんだ。そう、これはどうかなって言って、うん、ちょっと保留してたやつがあって、うん、名前が、うん、カタカナのドンに山って書いて。ドンさんじゃん。そうなの。ドンさんじゃないですか。うん、我これはだからどうしても行きたいって言うなら。あ、いや別に。でもね、歩いて18分かかる。あ、遠い。やめよう。お昼、もうお昼、お昼時、お昼行く。ご飯にしよう。ご飯にしようか。ラーメン。今のところ、一番近いところで、うん、魚。あ、いった、目に入った。お、誰か目に入った。いやー、来たね。来ました。ここだったんだね、うん、そうだね。まあ、いろんなところやるらしいんだけど。あ、そう。うん、一応チェーンで、うん、でも新潟なのかな、結局。うん、新潟の近い何店舗かかな。三日月だと思う。なんかファーストフード店的な感じがあるんだね。チェーン店舗にされてる、うん、これと長岡の方がなんか争ってるみたいな。あ、そうなの、ね、みたいな、うん、でもそっちはちょっとまあ遠いから。まあそうですね、うん、食べられた。また行く、うん、使った時ちょっとこれは気になってた、うん、そうでしたわ、うん、したら、うん、うわました。一つずつ、一つずつお願いします。こっちから、うん、トマトツナイタリア、うん、トマトツナイタリア、ホワイトソース、うん、シチューイタリア、うん、チーズオムレツイタリア、定番の みんな
食べたいの頼んじゃったらこうなったね。うん、そう。でもイタリアンでしょ結局。イタリアンでしょ。うん。うん、だから別にもうあとそうたこ焼きさんだって。たこ焼きさん。うん、何か違いがあるのかわからない。ちょっと早速食べてみてよ。イタリアンってのは。なるほどね。なるほど。なんか落ち着く味してるな、ね、あのね、これ全然気取ってない感じ、ね、麺は何麺みたいな感じなの。これなんだろう、焼きそばよりは柔らかめの、うんうん、でも味は焼きそばに結構近い、ね、あ、うん、そう、うん、中の具材もやっぱり焼きそばっぽい、うん、感じ。じゃあ食べます。食べて。俺も食べるわ。はいはい、というわけで無事にイタリアン食べ終わって、まあ、お腹も膨れたところで膨れました、おそらく次が最後の目的地。早いですね。そうです。まあ、言うてでも結構時間経ってるんだな。結構時間は経ってる、うん、その間にね、こちらの三人称のグッズを置いてくださってる、あ、はいはい、ビレッジヴァンガードさんにちょっと挨拶させて。ああ、行きましたね。その辺はね、おそらくビレッジヴァンガードさんのツイッターとかになんかひょっとしたら、ツイッターに、あ、なんか、うん、上げてくれるって言ってたから、上げてくれるとはあの場では言ってたけど、あ、ひょっとすると実際は上げてない可能性もある。上げてくれないことある、うん、そうだね、あそこまでね、そんなに好きじゃないみたいなこと言ってたから。あれ言ってたっけ。言ってたかな。いや、聞き間違い。好きだっていう店員さんがいないって言ってただけ。あ、そう今ね、今日来てないって言うんです。そうそう、今日来てない、うん、残念だったね。残念だったけど、うん、会えなかったのは残念だったけど、今この日野川をね、はい、見つつ、ここ良くない。じゃあすごく、ここめっちゃいいっすよ。見て見て、すごいいい、風が強いけどね。いい風、残念だね、うん、そこ下の方行けない。下の方、ほら行けるけどどこまで行けるか勝負する。その次行けるか行けないかで、はい、その次じゃない勝負が。お、触ったじゃん。ダメバカ。カメラも、オープニングみたいだったな。え？ダメダメダメっつってた。カメラ持ってんのに。なんでそういう。関係あるかい。大丈夫大丈夫。手が冷たい。防水だろ、どうせ。そうだよ。防水のわけないんだ。防水だよ。防水のわけない。防水。まあ、このままこの流域を歩きまして、20分ぐらい多分歩くと、次の目的地。結構歩くね。結構20分。うん。でも土手沿いを20分。そうだよ、武田鉄矢の気持ちになって歩いて。わー、スタートライン、うん、今流れてるから流れてるでしょ。今流れてる、体を、あ、2番だね。気塗り2番して。これ2番かもしれない。最初忘れちゃった。あ、見えてきたな。見えてきた。最終目的地じゃないんだけど、うん、あの我々が昨日トークイベントをやったリュートピアの会場、うん、あれですね。あの建物と建物の間の斜めにちょっとなってるやつ。なんか黄色く見えるところかな。そう、黄色く見えるところの多分下。下か。うん。あれが会場です。でけえところでやったもんな。やったね。だいぶでけえよ。なんかあれでしょ？あの周りも歩けるんでしょ？そうそう。なんかね、あの周り自体がちょっと公園みたいになってて。あ、結構いろんなものがあるらしいんですよ。そう、なんかそういう話を。そうちょっと歩きたかったわ、それなら。そうでしょ、うん、で、これから歩くよ。えこっから向こうまで歩く。サプライズだね。さらに歩く。あ、これはサプライズだ。嬉しいことしてくれるじゃないか。なぜ。なんだ、あそこに行くのか。あそこに行くよ。なるほど、いいですね、それは。急にあの二人が座り出しました。急にどうしたの？急にどうしたの？何も言わずに座り出しちゃったけど。急に。あ、ちょっとね。びっくりしちゃった。あ、そう。もう歩き続けていくつもりだったんだけど。あ、そう。
旦終わろうかな。一旦終わる。一旦終わる。と、そこだよ、だって。うん、でもお前はすぐそこって言うけど、実際はそうでもないんだよ。こう言ってこういう感じで。いや、まあ、そうだけどさ。ノーカットでお送りしてる。してないよ。何も喋ってないじゃん。喋ってたよね。喋ってました。台車の話とかしてたし。風が強くて聞こえなかった。それはこっちの問題じゃないもん。地球のせいだ。引いてない。苦手のせい。え、どんだけ座ってんの。ちょっと、え、そう、水分をちゃんと取らないと。水分取らないと体には良くないです。歩けるわ。歩ける？昨日達成できなかったこのリュートピアの中を。ああ、確かにね。この辺はあれかな、劇場の近くか。ああ、なのかな。どうなんだろう。中にいたから分かんない。分かんないんだね。この辺だったのか。わあ、なんだこれ。噴水だ。これあれじゃない？うん。先に真ん中行った方が勝ちじゃない？本当？うん。ちゃんと回ってだよ。回って？あそこから入れる。そう。なるほど。2カ所あるから。あ、2カ所確かに、あっち側とこっち側がある。これどっちが先に真ん中行けるか。よし。瀬戸さん有利じゃない？これ。有利ではございません。有利ではない。用意。さあ、せ。はい、勝ちです。勝ち、鉄塔さん勝ちです。距離違うじゃん。違くないです。距離違うやつだ。錯覚でそう見えるだけ。錯覚。距離違うやつだよ。俺の勝ちだ。おかしいな。じゃあ正は、え、5000円ちょうだい。最初に言ってくれ。あれ、あ、すごい映えが、映えがあるね。あ、いよいよ鳥居さんが見えてきましたか。見えてきました、ね、見えた。見えてきたね。明けの鳥居が。まああそこが我々の最終目的地である。なるほど。お、白山神社。あそこがかの有名な、かの有名な、有名だと言っていた新潟の人がおすすめの白山。ここは行ったらいいですよって。なるほどね。何があるかわからないけれども、すごいところなんでしょう。あっ、くそ。正面から入りたいですね。正面から入りたいなら、はい、入りたいなら一回正面から出て入るのが成功法。そうなの。うん。じゃあ一回なんとなく、なもう見ない、中入っちゃうってこと。うん、見ないふりして、そう。あ、そう。それで出るのが一番最短ルート。正面から入りたいってそういうことじゃないんだけどね。そういうことじゃないの。うん、わかんままだな。ね。はいはいはい、やってまいりました。やってまいりました。白山神社です。白山神社、はい、この神社は本当に、うん、この辺りの神社で。おお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 、2度目だよこれ。あ、これ、ね、テイク2なんだよね。同じこと言おうとしたけど、うん、2度目なんだよ。そうだね、最初のうまくやれないよ。最初のとこも違和感あったわ。ちょっと俺が、内山さんが録画ボタン押してないからいけないんだよ。うん、申し訳なかった。飲むぜ。はい、着きましたね、うん、はい。なんかでも本当におすすめというか、うん、とりあえずここは行けばみたいな話を最初からされてたので、うん、最終目的地に。なるほど。まあここでお参りして、うん、
まあ、今後のね、いろんなことをお願いしたり、おみくじも買い、買い、引き、引き、結び、なるほど、やろうかなと。じゃあ、ここ行っとけば間違いないんで、行きましょう。はい、はい、行きました。うん、というわけで今は、うん、白山神社、白山神社の隣にある公園に、うん、来ております、うん、はい。神社は、神社は、うん、ちょっと撮影の方がねNG NG の恐れがあるので、そうね、思いっきりあのなんか看板みたいに立ってるね。そう、うん、なので、うん、やめとこうかなと。まあちょっと大人ですからね、うん、やめとこうかなと思いまして、ただおみくじがあったんで、うん、おみくじが引いてきました。お、なるほど。それがね、ドゥルルン、何それ、恋みくじ。恋みくじなんだね。恋、恋ね、タイだったわ。嘘嘘そこの恋を言ってそこを恋って言ってたのか。池を見てやってたから恋だと思ったけど、タイだ、タイですわ。安泰って書いてあるもんだって。あぶねえ、1年安泰、タイミクジ。あー、タイミクジ。これ釣り上げたんですよ、3人とも。僕も金。これがペイさん釣ったやつ、うん、なんか3人金だとどうなんだろうと思って、うん、全然関係ないけどね。関係ない、うん、赤にしました。はい、うん、じゃペイさんから。あ、今回は俺から。そう、じゃあ行きましょうよ。いい音したね。効果を入れなくて。あ、でも第5番いいんじゃないの。あ、第5番、数字的に第5番いいね。きっと来るか。スペイさん結構大吉出してるからね。俺大吉。鉄道さん、鉄道さん、お願い、いいとこ。鉄道さんお願い、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 いい破き方してるな。なんで全部行こうとするの。いい破き方してる。もうちょっと見えなくなっちゃった文字。さあお願いします。何でしょう。ダンダン、ん、どこ書いてねえよ、ペイさんの。あ、あ、あった。小吉。願い事は、うん、叶いがたく、うわ、利なけれど、後自然成就す。なるほどね。結局叶うのか、うん、叶うは叶うけど、うん、利はない。利はない。あら、利なし。そうなんだ。真面目とは、来ず、頼りあり。あ、頼りはある、行かないっていう頼りが多分ある。その頼りなるほどね、うん、あ、でもなんか、なんだかんだなんだかんだ、まあ、うん、病気は、病気、病気、病、重し。あ、医師に頼む。もう医師頼みだわ。自然治癒はないです。自然治癒ないよ。やっぱお医者さんか。うん、あ、いいよ、はいはい、はい、ありがとう。じゃあ次は、私、あ、私名が、どうぞどうぞ。さあ、いきますよ。ドン、中吉。願い事を整う、物に迷うてはいけません。町人、小津。 あれ、訪れあり。あれ、あれ、訪れ、訪れ、あの音信と書いて訪れだけど、ひょっとしたら違うかもしれない。音がずれてる。音がずれてる、うん、うん、今今一刻的な一瞬やろうとしてやめたんだ。病、気遣いしすぎるな。あー、なるほど。あー、なるほどね。気を使いすぎるなと。よくわかんないな、言ってることが。あれ、わかんないって。恋愛は良い。良いんだ。うん、父母に告げよ。あー、告げろ。そこはちゃんと告げろ、うん、縁談は人の言葉を信じず自分で考えよ、うん、なるほど。悪くないね。悪くないよ、だって結構いい。やっぱり中吉だから。中吉いいな。やった、吉ね。そうですか、うん、なかなか。じゃあ、ドンさんは。小吉だ。違う。あ、でも小吉だよ。ちょっと違うよ。ちょっと違う。うん、願い事は、うん、他人の助けにあって思うようになります。うわ、だ自分だけでは無理だけど、うん、誰かがいれば。あ、誰かがいれば大丈夫。町人も少し遅れてきます。あ、来るんだ。来るんだよ。来るわ。ペイさん来なかったもんね。頼りがあっただけでしょ。頼りある、頼りあり、うん、来ないんだよ、ペイさんは。あれ、あとはなんだろうね。特に 病気か。気を強く持てば治る。おう、え、病気もだから治るわ。ペイさんの場合大丈夫。ペイさんはダメだけど、ペイさんお医者さん以外ダメだけど、どうせは大丈夫、治る。いいじゃない、いいね。恋愛はでも父母に相談せよって言われて。あれ、相談しとけよ。何かあった時は、何かあった時はすぐ、
父さん、お母さん、行った方がいい。だからね、わかりました。ちょっといい。あ、いいじゃないですか。告知でもいい告知だった。ペイさんよりもいい。ペイさんよりはいい。ペイさんが一番ひどい。ならいいな。地獄のような告知だった。もう今日だよ。そうだね。ペイさん今日じゃない。今日じゃない。ほぼ今日。告知だよ。告知の中でも今日だった。というわけでですね。はい。うん。まあ、今回は、うん、全行程こちらで終了ということになってるんですけども、まだお土産を買ってないんです。ああ珍しく。そうだね。そうか、メダルとかなかったもんね、うん、でね、神社に俺はダメだろ。それはダメだよ。それはダメ。今日になる全員。これはダメか。うん、それはダメだね。まあもしかしたらこの後にどこかで買って、うんうん、買ってる絵があるかもしれないし、うん、写真で収まってるかもしれない。なるほど。まあ買ったら駅かなっては思ってるんですけども、うん、まあとりあえず新潟は。この辺ということで。はい、わかりました。わかりました。はい、じゃあ締めてもらっていいですか。じゃあ俺が、うん、どうぞ。中吉だもんね。中吉、うん、というわけでですね、どこ行き新潟編、うん、これで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。じゃあさよなら。さよなら。